2 0 0系2 0 6号山陽電気鉄道200系電車は過去に存在した山陽電気鉄道の電車。1936年から1945年にかけて製造された。大きく7回に分けて製造され、登場時には旧、兵庫電気軌道の車両を更新した直流600、ボルト専用車は200番台、その後登場した直流 600V と、 直流線5 0 0トの双方に対応する副電圧車は100番台に区分されていたが、これらの車両は戦後には本形式に統合されていることから、この項ではまとめて紹介する。現在の山陽電鉄は、1927年に兵庫電気軌道と神戸姫路電気鉄道の両社を合併して設立された内川電気電鉄部から、1933年に、 独立して発足した。宇治川電機時代には、明石駅前で分断されていた、旧平電と旧新規電鉄の両社の線路を接続させて、電鉄兵庫姫路駅前間の直通運転を開始したが、昭和初期の大不況期であったことからそれ以上の大きな設備投資は行われず、車両の面では、昭和初期に旧新規電鉄の伝送品に、 急平電サイズの心臓車体を組み合わせた51型を心臓した後は、しばらく新車の投入は行われなかった。しかし、1935年頃には不況を脱して、利用客が増加してきたことと前年の1934年に、小線電車が赤島まで延伸されたことから、並走する兵庫赤市間での競争力強化が必要とされるようになった。また、 急閉電系の軌道専用車両は、大正中期までに製造された木造車で、老朽化していたことから、早期の置き換えが望まれており、このような状況の中で、新規に出発した山陽電鉄の代表車として、本形式は当時流行の流線型を取り入れて、登場した。本形式は、大きく7回に分けて製造され、製造時期によって、構造や形態が異なる。当初は、 旧標語電気機動線での運転にのみ対応する直流 600V 専用車として登場したが、1941年以降の竣行車からは、沿線に軍需工場が多数立地して利用者が急増したことから、直流 600V と旧新規電鉄線の直流 1500V の双方の河川電圧に対応する副電圧車となった。また、1930年代半ばの技術や、 材料面で戦前で最もレベルの高い時期に製造された初期のタイプと太平洋戦争末期に製造された車両では特に著しい差異があった。このグループは1936年に川崎車両において旧兵庫電気軌道22-28を種車に改造された。車体は反抗性の流線型車体で車体長は約14.8メートル。 側面窓配置は 1D9D1 D D と、扉間に1000ミリメートルの広幅2段窓を配置し、運転台側面の小窓の上部には、行き先方向膜を取り付けていた。ドア部には、平用軌道区間や低床ホームでの乗降に備えて、ホールディングステップが取り付けられていたほか、車体にも一段ステップが設けられていた。座席は、ロングシートであったが、膜板部には、室内温度調整のために、 サーモスタットが取り付けられていた。前面は中央部の窓が広い三枚窓で、連結器は装備されていなかったものの、平用軌道区間を走行することからフェンダーとバンパーが取り付けられていたほか、窓上には中央に砲弾があった前照灯を、左右には通風機をそれぞれ取り付けていた。この前商灯には、当時はトロリーポール終電であったことからポール接触時の、 デッドアースを防ぐために絶縁剤を取り付けていた。車体図色はそれまでの茶色い式とは異なり、窓周り及び幕板が、クリーム色、腰板が、青緑色のツートンカラーで登場した。足回りは、種車のものを再利用しており、台車は、種車のブリル 27GE-1 ではなく、29系のボールドウィンエル型台車の革アークを一旦、 切断して延長用部材を挿入し、ホイールベースを 1905mm に延長した、上で釣り合い針式に改造したものを装着し、電装品は、旧標語電気軌動29系の主電動機に、弱め開示改造を施したものを装備したほか、主制御機は、種社のゼネラルエレクトリック社製 K-38、A 直接制御機を間接制御に改造して、 自社工場製の境地接触機を取り付けたものを装備するなど徹底的にリサイクルを図っていた。このほか208から212のグループの登場前後に小型自動連結機の取り付け改造を行い、車体長も208から212のグループと同じになった。このグループは1938年に川崎車両において 旧標語電気軌道1の5種車としたことになっているが、実際は31から35を種車として製作された。車体のデザインや寸法、台車や伝送品などの基本的な構成は201から207と同じであるが、前面の通風機形状や側面方向膜周りのリベットの有無が異なるほか、このグループの車両には、 小型自動連結機が当初から取り付けられていた。車体長は連結機の分だけ少し長くなって15.3メートルとなっている。1941年に川崎車両で製造された。それまでの600ボルト専用車と異なり、副電圧車となったほか、採用発の制御車として登場した。変更点は屋根が 木製ホルの張りになったことと、台車を、ボールドイン BW-78 から 25A と、そのコピー台車である BW-1 に変更したことが挙げられる。運行時は、旧新規電鉄系の100系の神戸型に連結されたが、神戸型に制御車が連結されたのは5030系を、除くとこのグループが唯一の事例である。百四十三年に、 帝国車両工業で製造された。111から113のグループとは異なり、副電圧の電動車として登場した。このグループからは、軍需工場への通勤客の増加によって、従来の2扉では、乗降時に支障を来すことから、車体長はほんの少し長くなって、約15.4メートル、扉間の窓幅は少し狭くなって970ミリメートルとなった。 窓配置 1D4D4D1 の3、扉車として登場した。また、屋根は再び、鋼板屋根となったほか、前面の通風機がなくなった代わりに屋根に、ガーランド型ベンチレーターが取り付けられた。車体も、車体部のステップがなくなって2段のホールディングステップだけになったことから、3用発の車体裾がフラットになった車両となった。このために、 それまでの警戒で優美なデザインは損なわれることはなかった。台車は111から113のグループと同じだが、制御機はそれまでの改造品とは異なり、RPC-101 を搭載していた。114から123のグループの造備車として1944年に川崎車両で製造された。当初は事故で破損した旧標語電気軌道630、30 34の更新車という名目であったが、その後その名目は取り消された。屋根は再び木製骨の針に戻り、運転台背後の仕切りも木製になるなど、戦時下での資材欠乏が、如実に現れた車両でもあった。しかも、入線はしたものの伝送品がなくて制御車として、運用された。 資料によると市材と人員不足のために運行できず、館貨物駅や電鉄阿干し構内など、沿線各駅の側線に留置されていた車両もある。1945年に田中車両で製造された。車体の基本的な構成は114から126と同じではあるが、対戦末期の製造であったことから、126までの優美な全面デザインは簡素化され、 傾斜のない緩やかな曲面と直線主体のデザインとなった。車体図色も戦後の窓周りイエロークリーム、コシータネイビーブルーに近い色であった。このグループも伝送品が確保できなかった上に資材と人員不足が深刻で早期の収益が不可能であった。ことから沿線各駅の側線や西陣町にあった赤市工場に留置されていた。1945年に 川崎車両で製造された。発注は対戦末期であるが資材が不足していたために終戦直後の12月に登場した。このグループも124から126のグループと同様に旧兵庫電気機,機動8、10、12の更新車という名目であった。車体塗色は茶色一式に変更されたほか、車体は徹底的に簡素化されたものとなり、 前面は平妻3枚窓、車内も屋根は、たるきが露出し、裸電球に座席は半減、クッションのない座席と、戦時型車両そのもののスタイルで登場した。ただし、側面の窓配置は変わらなかったものの、登場前後に、電鉄スマ境川間の平用軌道区間が新設軌道化されて、路面上行の停留所がなくなり、ステップが不要となったことから、 台車中心間隔が拡大された。台車は従来の BW-1 から東京地下鉄道線型が装着していた日本車両製造 D-18 が出自と伝えられるより大型で心皿荷重上限の大きな蛍光組立立り合い良識台車である BW-3 に換装された。このグループも登場当時は 伝送品がなかったために制御者として運用された。本形式の第一陣は、竣工当初、日清町伊東の直流600ボルト電化された旧、兵庫電気機動線区間で運用された。当時の600ボルト区間は、現在の広島電鉄宮島線やかつての、名古屋鉄道かかみが原宣伝神駅のようにホームが、鉄道専用の高床ホームと、 軌動専用の停車ホームに分かれている駅があり、軌動専用の本形式は、単車運転の際には、停車ホームに停車していたが、連結運行開始後、ほとんどの駅において、連結運転時には、高床ホームで乗降を取り扱うようになった。続いて登場した、福電圧車のグループは、111から113のうち1両が、赤市、藤山、2両が、 電鉄姫路電鉄阿保市間で使用された。114から132の3、扉車は当初ホールディングステップを装備して登場したが、破損が多く補修が追いつかなかったために、低床ホームの駅で踏み段を準備して、そこから乗降をするという事態になった。また、当初のツートンカラーの塗色も、戦時下で塗料不足が深刻になると維持することができず、茶色い式となった。 太平洋戦争末期には、林崎駅北方の川崎航空機赤石工場への空襲によって、近隣に位置していた赤石工場及び車庫に留置中の114から123のグループのうち4両が被災し、そのうち大破、全焼した129.130132の3両は一度も収益することなく廃車された。この他にも舞妓公園構内の側線で209が1両。 被災したが、こちらは勝波で済んだために戦後復旧された。なお、111から113のグループ以外で、制御車として登場した車両は、後年登場したた形式の制御車同様、姫路寄りに連結されていた。1947年の700系投入に伴う、車両限界の大型化と、河川電圧の直流 1500V への統一に伴い、 それに対応した改造が施された。終電装置は従来のトロリーポールからパンタグラフに換装され、微灯標識灯の窓上への移設と増設が実施された。また、201から212.111から113の出入り口のステップは撤去されて114以降と同様に床がフラットに、 なり、さらに201から212.111から123の不要となったホールディングステップは撤去され、代わって700系の車両限界に合わせる形で、ドアに張り出し式のステップを取り付けた。この過程で、201から212は1948年に、神戸より制御電動車姫路より制御車の1500、ボルト専用の二両固定編成となり、 台車も BW-1 に換装された。同時に111から113.124から135の非電装車も電装を施して電動車化されている。前線直流 1500V 統一直後の1949年に開板を実施し、それまでのように電圧の違いによって形式を区分するのではなく小型車は 定員の違いによって区分することとなり、定員100名の車両は、すべて200番台の車両番号とすることとしたため、それまでの201から212.111から135を新たに200から233とし、先在廃車の欠番を埋める形で整理、改版を実施した。戦時設計で著しく簡素化されていた、933から135については、 整備が行われ、内装を他の車両と合わせたほか、BW-3 台車の換装も行われた。その後、本形式は普通列車を中心に運用されたが、統計式で m c t c 編成を蘇生することは、スピードの面や車両故障の面で得策ではないことから、1951年に制御車に伝送を施して、本形式は全車電動車となった。 車体と色も、戦後しばらくは、茶色一色であったが、914から135の215から233と、911から113のグループの一部は、戦後の標準色である、紙ファンイエロークリーム、コシータネービーブルーに塗り替えられた。1960年前後には、シンクにウィンドシルとアマドイに白線を入れた京浜急行電鉄の車両を、 思わせる都職の車両も登場した。神戸高速鉄道開業に際して、本形式は、地下線乗り入れ車両の構造様式に適合しない、ことから、全金属車体の300型に更新されることとなった。まず1962年から1963年に、かけて、9201から212.111から113のに扉車全車と、 914から123のグループのうち222が300型に更新され、1967年には914から126のグループ全車が300型に更新された。神戸高速鉄道開業後も228の233の6両が残ったが、同線開業後は、阿保支線と本線姫路側の末端区間で運用されることが多くなったため、 鹿米島ではあまり運用されなくなった。1969年に228から231の4両が廃車。残った232、233の2両が1970年にレール運搬用の長物電動貨車である久持ち20、計20.21に改造されて200型は形式消滅した。十点二一は百八十一年まで在籍していたほか、 206が東二見車両基地の一偶に保存されている。なお、保存の際に、終電装置はパンタグラフから、永山電鉄の廃車体から外した、トロリーポールに付け替えられている。関西の鉄道ナンバー49の特集記事の中に、本形式と阪神電気鉄道国道線71、型が連結されているようなイラストが掲載されているが、同時期に登場して、共に、 流線型を取り入れた似たようなサイズの車両とはいえ、全線平用軌道の阪神71型と一部が、平用軌道の200型とではやはり大きな違いがあることがよくわかる。本形式は、どちらかといえば、同じ路線条件の京阪電気鉄道系新線の代表者である60型や50型に近い車両であると言える。ありがとうございます。